これは司会の塩かな。はい、ってことで、3日目スタートです。チェックアウトはもうしたんで、ここから今日は、今回の旅の一番の目的だった司会に、これから行きたいと思います。で、司会までは、セントラルバスターミナルっていう一番最初に空港からイエルサレムに来たバスターミナルまで行って、それでバスのチケット買って行くんで、とりあえずここからそのセントラルバスターミナルまで向かいたいと思います。さあさあ着いたんで、ここからバスチケット買いに行きたいんですけど、なんかそっちは多分金曜と土曜日が安息日で休みなのかな。だから今日金曜日だし、もしかしたら混んでてチケットがない可能性も高いけど、回ること願って。はい、無事チケット取れました。なんかちょっとトラブっちゃって、もともと今日、司会行って、で今日の夜深夜に、エイラットっていうイスラエルの一番南の方にある、リゾート地に行こうと思ってたんだけど、その明日が土曜日でその深夜のバスがないって言われて、でやばいどうしようっていうのでこう話してて、でなんかなんだかんだで、今日の夕方だったら、まだバスあるから、だから今日司会行って、で、夕方エイラットっていう場所に、行くチケットを、取ったんで、それで話はまとまって、なんとか司会に行けそうです。バスまで時間あるんで、バスで食い物をちょっと探してるんだけど、そう、これがあった。これ海外行ったら絶対あったら買うやつなんだけど、そう、昔から大好きで。 12 seconds later. Thank you very much. 12はい、到着。結構あっという間に着きました。ここら辺ちょっと南下したから、ヤルサレムよりかはちょっと暑いですね。いやでも遠目から見る感じももうすでに綺麗すぎる。で駅は、ロットホテルっていう、駅で降りて、でそのすぐ近くのエインボケックビーチをベースキャンプにして遊びたいと思います。いやいや、とうとう来ちゃったよ。初めて教科書で司会を見た10年前からやっと来たって感じですね。さっき軽くその遊んで、その時にちょっと潜ってみて中で目開けてみたんだけど、生き物が生きれないから視界って言うんだけど、もう目死にかけて視界の死を舐めてたわ。遊んだんで、で、バスのエイラット行きのバスの時間もあるんで、ここら辺で引き上げて、でなんか
司会はドロパックとかが有名で、そうさっきつけてみたりしたんだけど、そのドロパックももう何個か欲しいんで、それ買ったりとかのご飯食べたりとかして、まあ時間を潰したいと思います。あの司会の中に塩の玉がいっぱいあって、でなんかそれ何個か拾ってきたんで、まあ食べようかな。じゃあまあここら辺で一通りの司会グッズとか買えたらなって思います。まあ、今回なんで司会に来ようかと思ったかっていうと、その司会って年々水位が下がっているらしくて、で1年に1メートルとかで、このまま行ったら2050年には全部なくなっちゃうっていう風に言われてて、だから早いうちに見とかないと、その浮くっていう体験もできなくなるしってことで今回来たんですけど、でまあそんなこんなで、ここから司会で遊んで、まあ、お土産も一通り買ったりして、でエイラット行きのバスを、捕まえて乗るだけなんですけど、まあ、バスが予定時刻になっても来ないんで、まあ、ちょっと心配ですけど。One hour later! というわけでエイラットに、予定よりもだいぶ早めに着きました。なんかバスがまあ、僕の知ってるバスの出すスピードじゃないぐらい速かったんで、まあ多分なんで予定より早く着きました。でここから、エイラットで一泊することは予定外だったんで、何も予約とかしてないんで宿、これから、まあ、また宿探しの、旅が始まるわけですけど、まあネットで調べた感じ、安いところがあったんでそこに向かってます。うわーすごい、着きました。今目星つけてたところに来たんだけど、そこはもうベッドが一つしか残りなくて、まあでもちょっとなんとか頼み込んで二人一つのベッドのところに案内してもらえるかもしれない。で今ちょっと、まあ、部屋見せるよみたいな感じでちょっと連れてってもらってます。無事さっきまさっき見たホステルに、泊まらせてもらえることになりました。でベッドは結局1個しかなかったんだけど、そのベッドのある部屋のソファーだったら寝てもいいよって言われて、でまあそこに、泊めさせてもらいます。でまあソファーつってもベッドにもなるタイプのソファーだから、もうこっちとしては全然何にも問題がないって感じで、でまあさっき見てもらっ、まあ、また後でもうちょっと詳しく動画撮るけど、ハンモックがあったりプールがあったり雰囲気のいいホステルなんで、でこれからエイラットを、散策しつつ、まあ、なんかご飯を食べるとこがあったら、食べに行きたいと思います。エイラットはリゾート地だから、まあ、昨日までいたイエルサレムとかとはまた違う魅力があっていいですね。なんかこっち来るときにちょっとイエルサレムの古き良き街並みの残ってる光景をもう見れなくなるのかっていう思うとちょっと寂しかったけど、エイラットはエイラットでこれまた違う良さあるから、またちょっと楽しみだなこれからが。ちょっと南下したのもあるのか分かんないけど、イエルサレムは昼夜で寒暖差激しかったけど、こっちは
夜でもノースリーブで行けるぐらい全然あったかい、快適。今夜は今度初の、自炊をしようと思います。今日のホステルのキッチンが綺麗すぎたんで、ちょっとこれは料理しないわけにもいかないだろうってことで、何食べよっかな。掃除中ってことで、今日は自炊をしていきます。たのはパスタとトマトソースとトマトソーセージ、でまあと野菜がちらほら、これを調理してきます。にしても見てよ、このテラスハウスみたいなゴージャスなお家を。これで一泊90シケル日本円で2700円ぐらい。外に出るとプールがあって、でちょっと進んでいくと、まあ、芝生の感じで、こんな感じで、ハンモックをもっと奥に進んで地下に行くと、そこで寝てるんだけど、上部屋で、これが、ベッドにもなるソファーで、まあみんな過ごしてて、そこだけベッドが1個空いてたから、そこを使わせてもらうって感じ。ちゃんとロッカーもあるし、冷蔵庫もちゃんと冷えてる。の水飲みますわ。